てくるんですと。で、病気になったんじゃないかと思って、ネットでそういう症状の病気あるか、目の病気を調べようと思ってパソコンを立ち上げたら消えましたと。これ何でしょうかと言うから、いや、病気もう今は何ともありませんし、気持ち悪かったわけでもないと。いや、これはきっとうまくいったという証で、僕も実は昨日帰りに皇居の上に北斗七星の形のものが見えたから、きっとそういうことを指し示してくれたんじゃないかなと、まあ言った。あ、そうですかって言って、で、その後ね、その女性にはすごいことが起きる。まあ、これはまたどうせ半年ぐらいしたらもう分かりますから、その頃またお伝えしますが、今まだねちょっと微妙なお立場の方なので伏せさせていただきますけども、本当にね、見事にバイデンさんとトランプさんの間で荒れてしまったアメリカの人たちのつながりを、それまでも取り戻せる活躍をなさることになる。もう僕もびっくりしました。やっぱりこれで日本だけじゃなくて世界がね、調和の方向に、法ですからになると言われてたから、いや、やっぱりそういうもんだなと。その割にね、僕にはあんまりいいことない。これも元旦にこれもしね、それから気仙沼に行ってね、竜宮城の結界も補修してきた僕がよ、昨日ね、まあ愚痴になりますけどね、昨日岡山帰ったんですよ、ね、東京から。で、この前岡山でうちの近所のガソリンスタンドの人にね、車検通しといてって言って車置いてきたんですよ。去るやんごとなき方からいただいた菊の御紋のお印の入ったでっかいベンツ、分かりましたって言って、その人から電話かかってきて、ガソリンスタンドの店長から、もうえらい低姿勢で、安江さん、ちょっと下回り見たらエンジンの辺から水が漏れてたんですよ。で、それでね、ちょっと修理してから車検出さないといけなくなったので、修理に出してみたんですよ。すいませんとか言うの。いや、別に、じゃあ修理してよって言った。それがね、ベンツのね、最高級車でしょ、エンジンのね、どこから水が漏れてるかをチェックしてみたら、そのエンジン自体から漏れてて、ベンツのエンジンってね、普通の車のエンジンってね、液体冷却水が通るところがあって、途中パイプで通してるんですよね、外のゴムみたいな耐熱ゴムで、ね、ベンツはそうじゃない、もうエンジンがもう全部アルミで成形されてて、その中を管じゃなくて、もう何ていうの、装置の中を水が動いてるから、一体どこから漏れてるか分かんないので、これ一度エンジンを全部外して全部分解して、で突き止めて、それをまた組み上げて修理して、ものすごい費用がかかるいくらぐらいかかんと、いや、初めてですから分かりませんっていう、柳瀬の人と相談してね、決まるんですけども、いや、あんたプロだから雰囲気として分かるやろって言ったら、まあね、最低100万だと思ってくださいと、最低よ、いや、ただでいただいた車だから100万
100万だったら軽音の新車買えるから軽音の新車買った方が、もともと鈴木のジムニー買おうかと思ってたところに、あの猿お方からいただいたのでそれに乗ってたんで、で昨日の電話ですよね、もうこれで2代目ですよ、電話で車屋さんにもう廃車にして去年もやったんですよ、ベンツの S クラス、僕のむちゃくちゃな運転して、それに続いてまたもう1台。いやでもね、これで僕は助かってんのかもしれない。あのベンツの高級車が身代わりになってくれて、でないとねこんなにうまくいくわけないし、それからねどっかの政治家の秘書が言うように僕狙われてる可能性が非常に高い。でもこうやって元気にしてるし、その上こんな何でもいい、もう隠せないたちだからつい言っちゃうんですよ、つい言っちゃう。まあこの巫女役にしていただいになっていただいた方はちょっとね、ある意味あのなので、あの今は隠しておきますが、あの本当にね、あそうか、俺毎回あのベンツに命助けられたのかもしれないなと。そしたらね、この気仙沼に僕連れてったあの淡路島のあの乗馬クラブの理事長さんがまた電話してきて、楽しかったわね気仙沼は、ってそうですかとか、ところで近々淡路島に来れないとか言うから、なんでって言ったら、ゆずる葉神社の宮司様があんたに会いたいって言ってんだよ。なんで、いやだってあんたいつかあの車なんかむちゃくちゃ運転して、あのこれ以上こんな運転させれるわけにいかないからって、なんかゆずる葉神社に若い人が来た時に神様がその人にあのお守り、交通安全お守り持ってけって言って、それを渡されたらしいじゃないっていう、ああそうだよ、であちこち僕公園でも言ってるし、このねネットでもそれが流れて、なんとゆずる葉神社の宮司様がそれを見て、えうちの神様がそんな若い人にね、スケボー兄ちゃんにあのゆずる葉神社の、 あの交通安全お守りを持って行かせた人がいるんだと、ぜひ会いたいと、いまだに僕持ってんですよ、ずっと。ほら、このゆずる葉神社の交通安全を守り、だから今度ゆずる葉神社の宮司様にこれ5万円で引き取ってもらおう冗談ですよ、こんな冗談言ってるから、ほら神様から今電話があって、お前これ以上バカなこと言ったら命なくなるぞと。あ、もう9時になっちゃった、ごめんなさい。ということでね、あの来月話す予定のこれももうお伝えしましたから、来月はガラリとまた変わった、どうせまたこの1ヶ月でまた何か起こりますから、またご報告をします。